いつもロプライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます今回は2016年モデルアウディ S7 スポーツバッグを紹介させていただきますまずお車の状態ですがフロントに下すりボンネットに飛び石 右フロントドア右フロントドアエッジ右フロント左リアのアルミホイルに傷リアバンパーに線傷がございます走行距離に関しましては約4万6,000キロ走ってるお車ではございますが外装面良好なコンディションを保っております外装色はグレーシアホワイト インテリアはブラックレザーが採用されております。アウディ A7 スポーツバックをベースに、専用装備・専用チューニングが施されたハイパフォーマンスモデル、S7 スポーツバックでございます。こちらのお車に関しましては、クーペスタイルの美しいボディデザインに加え、S7 の高い走行性能が加わった一台となっております。 またハッチバックということで大きな荷物にも対応することができ高い実用性を発揮しておりますヘッドライトに関しましてはマトリックス LED ヘッドライトが装備されており夜間走行時も安心してお乗りいただけますエンジンは4リッター V 型8気等のターボエンジンが搭載されており 最高出力は450馬力でございますまた足元に関しましては純正の20インチアルミホイルが装着されており足元からも迫力を感じる一台となっております続きましてリア紹介させていただきますリアのテールライトに関しましても LED が採用されており安全性・視認性ともに優れたデザインとなっております 合わせてトランクスペースの紹介です。トランクに関しましては電動での開閉となります。ハッチバックのお車ということで、トランクスペース広々と確保された一台です。スーツケースに関しましても複数個収納することが可能となっております。また、後部座席を倒していただきますと、長い荷物にも対応が可能です。 続きましてインテリア、紹介させていただきます。インテリアにはブラックレザーが採用されております。運転席、助手席、若干の使用感はございますが、年式走行距離を加味しましても、良好なコンディションを保っております。また、インテリアの各所にはカーボン素材が多く使用されておりますので、インテリア、スポーティーな一台となっております。 ではエンジンを始動します ETC カードが挿入されていませんステアリングに関しましては3本スポークのレザーステアリングが採用されておりますこちらにはパドルシフトが装備されておりますので自由自在な変速が可能ですアダプティブクルーズコントロールも装備されておりますので 快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。こちらは地デジの主張も可能です。また、バックギアに入れていただきますと、バックカメラが作動し、安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては、7速のエストロニックシフトが採用されております。また、走行モードも用意されており、路面状況に応じて、 適切な走行が可能となっておりますフロント両席にはシートヒーターも完備されておりますので肌寒い季節でも快適なドライブをお楽しみいただけます続きまして後部座席紹介させていただきます後部座席に関しましても若干の使用感はございますが比較的良好なコンディションを保っております また後部座席にもシートヒーターポーズ製のスピーカーサンルーフが用意されておりますので快適性あふれる室内空間となっております最後に気になる車内の匂いですが特におタバコの匂いとは致しません今回は2016年モデル アウディ S7 スポーツバッグを紹介させていただきましたこちらのお車は走行距離約4万6千キロと走っているお車ではございますが内外装比較的良好なコンディションを保った一台です美しいクーペボディ高い実用性圧倒的な走行性能が魅力の S7 スポーツバッグでございます前席シーーートヒーターや、 サンルーフ、ボーズ製のスピーカーをはじめとする数多くの快適装備が施された1台です車検に関しましても2021年の3月まで有効ですのでご安心してお乗りいただけるかと思いますお探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思いますよろしくお願いいたします